明けましておめでとうございます。釣り子 TV です。福袋をね、いろいろ買ったりしてるんですけども、今日ご紹介する、福袋は5000円の福袋。5000円にしてはね、これナイスなんじゃないかなって福袋を買うことができたんで、ご紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、これもうね、中身が見えちゃうよって感じの福袋なんですけど、早速ね、何が入っているのか見ていきたいと思います。5000円にしてはね、これはナイスだなーなんて思って、まずじゃあここら辺からいきますかね。飲ませギルシャットってことで、デュオレアリスの、飲ませギルのこのシャットっていうね、黄色いパッケージのこういったのが今あるんですね。これ買ってなかったんですけども、飲ませギル自体はね、結構本当柔らかいメタルバイブみたいな感じで釣れて、冬場寒い時期なんかもね釣れたりしてお気に入りだったんですけども、それのこういう、シャットテール、飲ませる生命感ということで、飲ませギルシャットっていうのが今あるんですね。これがね入っていましたよっていうことで、デュオですね。はい、そしてお次はこれね、いろんなメーカーの入ってるやつだったんですけども、ジャッカルのハンプリーっていうことで、亀山ダムのですね、川島さんが作ったジャッカルのね、柔らかいところと硬いところがこうハイブリッドしたですね、ワカサギパターンなんかで効きそうなこれルアーですね。これね、でももう1665円のシール貼ってあるんで、この2つでこう来て、でまあね、こういうのつけてくれてるから嬉しいですね。はいね、フルフラットの 4.8 インチ、まあこういうのをね、ワームパートで入れといてくれるとね、ほんと嬉しいですね。5000円の福袋で、まあこういう今ね、ハンプリーとね、伸ばせギルってきたから、このワームのパートってのはもっとなんか、これちょっとあんまり売れないんだけどみたいなのを入れちゃいがちかなって思うんですけども、ここでね、ブルフラットの 4.8 でね、まあ、自分なんかね、よく使うね、一番欲しかったワームを入れてきてくれてるってのが、これなんか嬉しいじゃないですかっていうことで、ブルフラットが入っていて、そして、最後ね、これが目当てで買ったみたいな感じになっちゃいますよね。はーい、きたー、ジョインテッドクロー70のフローティング。先日ね、一つ買うことができて、それはね、シンキングだったんですよね。愛がこう、縦愛のやつね。で、まあ使ってみて、それはそれで釣れたんですけども、ぜひともね、あと、チャンスがあったらフローティングが欲しいなぁなんて思っていて、で、この5000円の福袋ね、小さくてね、最初気づかなかったんですけど、あれ?あれ?あれ?って、ね、よく見たらね、あ、ジョインテッドクロー70入ってると思って、で、まあ、こうね、ハンプリーとか、飲ませギルとかね、こう入っててフルフラットがあって、で D のねシール、こういう感じで、これでね5000円なんですけど、これは結構嬉しくないですか。なんかね、なんだろう、暴走リザーバーで使う、全部使ってみたいみたいなルアーで、まあまあシールもついてきたんですけども、で、ダイバーのね、シールがついてるってことで、今回のこちらの福袋はですね、キャスティングの、錦糸町店ですね。ここで、7000円の福袋なんかも買ったんですけども、いっぱい福袋並んでいて、あーと思って、ジョイクロの欲しかった色のフローティング入りのやつがあると思ってね、思わず買ってみたんですけども、まあね、実況動画の方でね、これちょっとね使ってみたいなっていう出しどころが近々あるんで、どうしてもね、この正月のタイミングで、フローティングのね、ジョインテッドクローをゲットできたらなぁなんていう風に思ったらね、見事に、ゲットすることができました。はい、というわけでね、ぐっと手元で寄っても見ていきたいかなと思うんですけども、まあこの中で言ったら、まあ5000円のセットなんですけど、目玉はまあここら辺なのかなって、まあこれが欲しくて買ったんで、新しく出たジョインテッドクロー70の F ね、
フローティングモデルっていうことで、これとかね、あとねこのハンプリーなんかもね、なかなか欲しかったやつなんで OK だなっていうのと、まあ、これはね、まあ、これのシャットテールじゃないタイプのものはね結構好きで使っているので、こういったね、福袋で入ってたなんていうタイミングでこれ手に入ったからね、飲ませギルのこれシャットってことですけど、これも使っていきたいなというのと、嬉しいのがね、これね、あのブルフラットがね 4.8 インチね、これ一番自分好きなサイズなんですけども 4.8 インチがポンと入ってるよって、太っ腹だな。まあでも一番見たかったのはこれね、実はね、あのシンキングをなんとか1個買うことができて、でシンキング以外にフローティングもねぜひ欲しいなと思っていたので、このお正月ね、まあ今年はジョイクロの70入り福袋、まあいろいろなとこから出てくるだろうなと思ってね、実はね待ち構えていたんですけども、まあ5,000円のセットでねこれだけいろいろ入っていて、でジョイクロも、ね、小さい最新のものが入っていて、だからいいんじゃないかなっていうことで、まあ早速ね見ていきたいと思います。ジョイクロのね70っていうサイズですけども、はい、こんな感じね。前ね、あの釣り子 TV でね、あのシンキングバージョンのものを紹介したと思うんで、なんでまたかよって思うかもしれないんですけど、これね実際今使ってるやつ、はい、並べるとその差歴然、まあいろんなところでね紹介されてるんでご存知の方も多いかと思うんですけども、こだわりの感じとしてですね、このフローティングはですね横合いなんですね、横合いね、こうなってる。でこちらシンキングの方は縦合いなんですよね。これはね、へえって、型もねこれで用とこれ用って作んなきゃいけないから、ここら辺がすごいこだわり感じますよね。でまあシンキングね、シーバスで使ってすごいね、あの絶妙に泳がせやすくて使いやすかったなって印象があって、ちょっとねハイシーズンの表層でたまに浮かして止めてミニトップウォータープラグみたいに食わしたいななんていう瞬間がある時にフローティングなんかもあった方がなありがたいななんて思っていたので、こうやってね、2つ手に入ったので、ちょっとね、今年ねこれを両方いろいろ使い分けていろんなね魚釣っていきたいななんて思って、でブラックバスのねあのフィーディングの時なんかももちろん放りたいんですけども、それ以外にねちょっと狙ってみたいターゲットがいくつか頭の中に浮かんでいるので、そこら辺でね、やっていこうかななんていう計画。まあ早速これはねシーバスなんか連れてくれたので、でここね見てもらうと、これねテールのね予備パーツね、まだねいつ買えるか分かんないななんていうのがあったんで、細いねこれ P ラインでねこう巻いてあります。結構ね丁寧に綺麗に巻いてみたんですけども、このテールがね結構これも多分簡単に取れるはずなんでね、こんな感じでテール取れるんで、これによってね色を変えたりとか、まあ、あと独特のねジョインテッドクローならではの動きが出る肝になるかなと思うんだけど、結構簡単につけられて簡単に取れるなっていう印象なので、まあ、これも使う前にねこれぶつけたりしてももしかしたら飛んでっちゃうかもしれないとかもあるからね、まあ、こんな感じで接着するわけではないんですけども、 P ラインを使ってですね、不意の脱落防止っていうこういった感じで使ってみております。実際シーバス何匹かっつってね、まだテールカヒョーンとかいなくなってはいないので、まあ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 、で動きもそんなには変わってないんじゃないかなと思いたいので、まあこんな感じのねミニチューニングいかがですかっていうことで、でまあこれか、ノマセギルシャットっていうことで、あーはいはい、こんな感じでねシャットテール、どういう感じ、あでまあちょっとね固めの素材なんで小気味よくプルプルって動いてくれそうだななんていうシャットテールがついていて、で結構このボディでね、これじゃないシャットテールじゃないものはねよく使うんですけども、あなんだろうズシッとするんで、なんだろう、自分が釣ったのはダムの7メーターぐらいあるところで、でこう沈めてってブルブルヒュンブルブルヒ
ヒュンって感じで使ったらですね、ココココンってね釣れたなんていうね記憶があるので、まあそんな感じで使い方は特にね変えずにやっていこうかななんて思います。まあ結構この重さがあるんでハイシーズンのね、ミエバス狙うっていうよりは自分はこれはちょっと寒いシーズンのですね、なんだろう、そこで、まあ、ちぎるとか変色しているバス狙ってみようかななんて思ってますよ。で、こうね針がついていてっていうことですね。はい。でハンプリーなんですけども、実はねこの福袋買う前にハンプリー、あのねこれね、あハンプリー売ってると思ってね普通に買っちゃってたんですよね、単体でね。でこれの動画はね撮ってって言ってね、そしたら今回福袋にまたハンプリー入ってて、ハンプリーハンプリーになっちゃったんですけども、まあまあ細糸で使おうかななんて思ってるんで、予備のね1個があってまあいいかなっていうね、今2つ持ちになっちゃいました。まあね福袋ならではなんか、あそれは持ってんだけどなみたいなね、ここで被ってきたというわけで、このハンプリーに関してはねまた別でね、ハンプリー徹底的に手元でいじり倒すみたいな動画撮ってあるので、そちらでご紹介できればなと思います。もうすぐ近日中にねアップしようと思ってますので、まあカラーはね、クリアピンクワカサギとこっちはねスケルトンワカサギって微妙に色は違うんですけども、というわけでこんな感じで入っていて、まあここら辺は前から持ってるのだからっていう感じかな。このね4.5 千円の福袋の中には入ってました。いやーこれで5000円だったらね、これもね嬉しいなっていうセット、まあ何にしてもねこれちょっと欲しかったんで、色もねこの色が欲しかったんでちょうどね、変えて、まずね初回ねフローティングシンキング合わせて4色出ているから、その中のねこんな感じで2つ手に入れて、あともうちょっとキラ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 ーってしたカラーとかね手に入ったらそういったのも欲しいなーなんていう風に、思ってます。またね、売ってたら買っちゃおうかなって思ってますよ。はい、というわけで本日の釣り子 TV はですねこのセットですね、こちらはですねキャスティングの錦糸商店の福袋ですね、もう中身が見えてるタイプのものだったんですけども、これだけ充実で、5000円っていうことでございます。というわけで、本日の釣り子TV は、このねジョイクロ70がメインかな、これが入ってるスペシャルなラッキーな、福袋、ね、これが買えたよっていうことでございます。はい、釣り子 TV でした。